フランス共和国政府はフランスの行政権を司る機関である。1958年憲法20条1項は政府は国の政策を決定し指導すると定めている。政府の構成員は大統領により任命される。政府の主張は首相であり、政府は首相の権限の下に置かれる。政府の主張たる首相は大統領により任命され、政府の他の構成員は 首相の提案に基づき、大統領により任命される。政府の構成員は、政府の構成に関するデクレにより、以下のような序列がつけられる。担当大臣は議題に関わらず常に閣議に出席するのに対し、副大臣及び高等弁務官は、議題が事故の管轄と関連する場合のみ閣議に出席する。政府は、国の政策を決定し、指導する。 政府の政策及び目的に関する決定事項は法案及びデクレの作成という形で表される。政府のあらゆる政策決定は法的な文書となる。すべての法案及び一部のデクレは閣議において採択される。政府が政策の方向性を集団的に決定し、重大な措置を実施するのもまた閣議においてである。政府の活動は 集団指導性という重要な側面を有している。また、政府の活動は、軍事力と行政機構という二つの実行力によって支えられており、それによって政府は政策に沿った活動の方向性を決定する。政府は必要最小限の権限だけでなく、非常に広範な権限を有している。具体的に政府は、公共サービスの適正な運営及び継続性を、 確保し、国会の審議手続きを指揮する権限を有するほか、経済改革法案に関して、経済社会環境評議会に対し諮問を行うことができる。定例の閣議は毎週水曜日の午前にエリゼ宮殿で行われ、大統領が主催する。閣議によって政府の業務には連帯感が生まれ、また閣議によって政府の業務は集団的に指導される。しかし、 政府の業務の大部分を担っているのは、それぞれの省であり、あるいはいくつかの省の代表者が集まって行われる会議や委員会である。他方、そのような各種会議に対して首相などが介入することによって、その場で取られた措置や、決定の有効性と一貫性が保障される。政府は、国の経済、財政政策に関して、責任を負う。拡大臣は、予算法律に基づき、 歳入歳出予算を執行する。各大臣は概算要求を作成し、それを予算担当省に提出する。同省は、その要求を承認するかしないかを決定する。同省はまた、次年度の国家予算を編成し、国の年間歳入総額及び歳出総額を再編成した、補正予算を作成する。予算法律が執行されるためには、国会の議決を経なければならない。 国会は予算法律に対して修正を加えることができる。政府構成員の職務は国会議員の職務、全国的性格を持つ職能代表の職務及び公職、または職業活動の行使のすべてと両立しない。これは閣僚に対する外部からの圧力や影響力を避けるとともに閣僚が政府の業務に集中できるようにするためである。 これに対して閣僚は市町村長や地域県議会議員、県議会議員などの地方公職を保持することは許される。リオネルジョスパンは首相在職時に政府の職務と地方公職との兼職を厳格に禁止した。この決定は主として地方に根を下ろし続けることの証として地方公職を保持することを望む者の,の圧力によって保護にされる前に 以後の政府にとっての先例とされた。政府は国会に対して責任を負う。特に政府は国民議会に対して責任を負い、国民議会は不信任動議によって内閣を総辞職させることができる。武力介入時には政府は国会に通知しなければならず、また紛争が4ヶ月以上に及ぶ場合には国会の承認を得なければならない。首相は 国会の会議の日程を補充し、あるいは国会の臨時会の開催を請求することができる。政府事務総局は、第五共和制のもとで政府の交代があったときに国家の連続性を保障する機関である。政府事務総局は首相に属し、政府事務総長の権限の下に置かれる。省は政府に直属する行政機関である。政府の構成員たる大臣が、 蝶の蝶となる、ありがとうございます。